の1投目に、まあ、65メートル超え出して、その後だから普段だったらこう笑顔が出るところで逆にこう集中力が高まっていったようなこう引き締まった表情になっていったのがすごく印象的、はい、いつもと違うなっていう印象的だったんですけど、まあ、コーチとは67、68あたりが金メダルラインっていう話を最初はしてたので、まあ、65、80だとちょっと足りないかなっていう、そのきっと誰かがまた追い越してくるだろうなっていうことは考えていたので、その1投目のあと2投目以降も自分自身65、80で1投目入れるならもっと記録が伸ばせると思ってたので、それもあってまあ、すぐその両手話に喜べるっていう感じではなかったかなっていうふうに思います。逆に言うとこのままで終わるわけがないっていう感じ で、はい、私はそうやって思って試合してたんですけどあんまりなかなか来ないなって思ってました、はい、2投目か3投目以降からもう右足がつってて、一番踏ん張りたい右足のと投げるところの右足で足がつってしまって、最終投てきも抑えてた最終投てきはもう我慢できずに抑えてたと思うんですけどでもすごく集中できたと思いますし、まあ、足つってでも64投げれたんだなっていうのは逆にありますね。まあ、そういうタイミングを取る意味でもありますし、チェコ の、 その男子の世界記録のゼレズニー選手もそうやって槍を引いてて、でそうチェコでは結構それその下げてあげるっていうシステムがある国だったので、まあ、それとちょうどその足立先生の助言も相まって今も続けていて、まあ、こう一回下に下げてるように見え、下に下げてあげてるように見えて、自分の体は進んでってるので、まあ、こう回ってる、ね、回ってるっていうイメージです、まあ、ウェイトトレーニングをゼロにしたわけでもないので、うん、まあ、やるトレーニングとやらないトレーニングを分けたりとか、そういった変化はしたんですけども、やっぱり結局投げるのは自分で、自分の体の状態だったり自分の体の感覚っていうのはやっぱり自分しか、にしか分からないものも、うん、どんだけ口で説明してもあるなっていうふうに感じましたし、まあ多分歴代その日本の選手が少しその日本人の枠を超える時には、まあ、室伏選手もはじめ、いろんなその為末選手とかもやっぱりその自分今まであった当たり前のトレーニングではなくて違うトレーニングを取り入れながらその枠から出ていったと思うので、うん、自分もその段階に入っているのかなっていうふうに思います。やっぱり海外の選手が強い種目っていうのは今も、まあ、私が金メダル取っても変わらないことですし、うん、そこに日本人としてどう戦っていくかっていうのが、まあ、これからもその 歴代の選手、その歴代の記録とどう近づいていくかっていうことに関してはやっぱりヨーロッパの選手を見本にせざるを得ないと思ってますし、うん、そのまあ骨格だったり体格だったり、まあ、筋肉の質も多分ヨーロッパ人と日本人とはもう持って生まれたものが違うと思うので、そういった部分も加味しながらどうやってその記録たちというか、まあ、そのに近づいていくかをやっていかなきゃいけないんじゃないかと思います。競技場の中にはこういった普通のなんていうんですかね、サッカー選手が座るような椅子って言ったらいいんですかね、こう屋根もついてて、そういう椅子は毎回あるんですけども、まあ、その椅子に座るとやっぱり
自分に合った椅子ではなくて、私たちがその私たち側が椅子に合わせて座りに行く状態になるので、もともとの自分の体 の, ポジションがずれますし、椅子が合わないとやっぱりお尻に お尻とか骨盤に支点が来てしまって、こう体が曲がってるっていう状態になってしまって猫背が進むというか猫背になってしまうので、私の、投擲フォームは、世界で一番多分体を反らせて投げていると思いますし、自分のお腹が伸びるっていうそういった感覚が生命線でもあるようなテクニックで投げているので、そういった部分を改善するために、他にも理由はあって、選手同士椅子でバーって並んでると気まずいとかそういうのもなんかあるっちゃあるんですけど、でも椅子から離れて自分だけの空間を作れますし、お腹をストレッチしながら休めるっていう姿勢っていう意味でやってます。自分自身好きですし、あとは、糖分も取れるし、栄養価的にも高いお菓子にはなっているので、毎回日本にからその試合に駆けつけてくださる方にカステラ買ってきてってお願いして、どこのっていうわけではないですか、なんか決まってる、決まってはいる。じゃあパリの時も日本のはい、カステラ両親が持ってきて、両親が、持ってきてくれました。やっぱり日本人の女性でフィールド種目でその世界で一番になることは厳しい、難しいってそういうふうに言われてたのは間違いないと思うので、それでもやっぱり自分のやりたいこと、自分のその正しいと思う道だったり、その道を突き進めば成功しても失敗しても結局はやり直しが効くと私は思ってるので、それがまたその後の人生の財産になると思うので、無理だよっていう人もいるかもしれないですけど、絶対全員その1000人いて1000人が無理だっていうわけじゃなくて、誰か彼かは味方でいてくれる、応援してくれる人って絶対いると思うので、その時だけは味方でいる人だけを見ても、味方でいてくれる人だけを見てもいいのかなっていうふうに思うので、とりあえず自分の信じる道を進んでみてもいいのかなって思います。アジアの試合にはなかなか出られてないんですけど、一つアジア人で一番の選手になるっていうのは必要なことではあるかなっていうふうに思ってます。自力はあるっていうことだと思うので、あとはもう試合当日にパーフェクトっていう状態をどう作っていくかが問題だと思うので、試合にぴったりくるようなコンディショニングも今後考えなくてはならないなって思ってます。そうですね、いけるなって思う、でも試合の練習時投擲もあまりズタボロなので本当に試合の1投目投げてみないと今日はいける日かいけない日かっていうのがわからないんですけど、でも過去のその日本記録投げた時は全てその1投目とか前半の試技で今日はいけるって思った時に必ず記録が出てるので、そういった感覚は間違ってはいないのかなって思ってます。上には上が常にいるので、70m 投げたのは世界で6人しかいないですし、目指せるものはまだまだたくさんあるというか、本当の
トップにはまだなってないと自分では思ってるので、そこを目指し続けることに今はそれをモチベーションにしてますし、やっぱり職業としてアスリートをしてるので、遊びじゃない、遊びというか楽しさも伝えたい部分ではあるんですけど、その点はしっかり全うしなきゃいけないかなって思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。